松崎駅は、鳥取県東白郡百合浜町大技中高寺屋座、松原にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。山陰地方の温泉どころ、東郷温泉への玄関口の駅である。かつては一部の特急や急行も停車していたが、現在は普通と一部の快速しか停車しない。快速列車は、下りは約半数程度、上りは、 平日夜の一便を除いて停車する。以前は深夜に最終列車として、米子駅から東駅まで各駅に停車する快速列車があったが、2010年3月改正で運転区間が短縮された結果、倉吉駅止まりの普通列車になった。もともとは短式、島式2面3線のホームを持つ地上駅であったが、2003年、 鳥取県鉄道高速化事業により、米子駅寄りの分岐について一線する加工事が行われ、上下線の通過列車が2番線を通過するようになった。同時に、かつての3番線は撤去され、相対式2面2線となった。その2番乗り場は、停車列車同士の行き違いがない限りは、特急や快速の通過用としてのみ使われており、停車列車は上下線とも原則として、 駅舎側の一番乗り場に停車する。なお、互いのホームは、古戦橋で連絡している。鳥取鉄道部が管理する、無人駅で、駅舎内に簡易式券売機がある。以前は平日のみ営業となる簡易宅駅であった。便所は改札外、改札内ともに、男女共用の推薦式。校内及び隣接している観光案内所に、コインロッカーはない。快速、鳥取。 ライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。